長野義明7月3日から2016年8月31日は日本の銀行家。日後銀行頭取、熊本経済同友会代表幹事、九州山口経済連合会副会長等を歴任した。1988年ランジ放送。熊本県玉名国や富村生、熊本市出身。九州大学経済学部卒業後、日後銀行入校。 各部長等を歴任後、1984年には、同行初のプロッパーとして、頭取りに就任した。9年間の頭取り在任時は、1985年9月には、東証大正一部への上場。新事務センターを建設し、第三次オンラインシステム稼働を実現させた。また、業用の拡大に取り組み、1990年には、預金残高2兆円。 有資残高1兆5000億円の達成も成し遂げた。さらに、国際化と金融の自由化への対応を図るため、シンガポール駐在院事務所も開設した。このほか流通経済を中心に調査を行う、財団法人地域流通経済研究所設立や日後の水資源愛護省を創設もした。1987年には、自身の後継者として、金融の国際化、 資金証券に強い人材として、富士銀行常務であった稲垣誠一を自らスカウト、東取職を委ね会長に退いた。2016年8月31日、死去。同年10月6日には、熊本市内のホテルでお別れの会が開かれ、川島育夫熊本県知事ら約1500人が参列した。2009年に、 日後銀行頭取に就任した、海隆広は娘婿にあたる。ありがとうございます。